三菱グループエネオスホールディングス、エネオスエネオス株式会社は石油製品の生成及び販売等を行う日本の企業。持ち株会社エネオスホールディングスの参加であり、日本の石油元売りとして最大手、世界では第6位の規模を持つ。社名のエネオスは2001年に当時の日石三菱が日石、 三菱石油に代わるガソリンスタンドの新ブランドとして制定したものである。日赤三菱は2002年に新日本石油に社名変更した。2010年4月、新日本石油と業務提携関係にあったジャパンエナジーの持ち株会社である新日光ホールディングスが経営統合して共同持ち株会社の JX ホールディングスが発足した。そして、 同年7月にグループ内の再編により、新日本石油が行っていた、子会社管理等の管理事業を JX ホールディングスへ、石油開発事業を JX 飛行日赤開発へ、それぞれ継承するとともに、新日本石油が新日本石油生成とジャパンエナジーを吸収合併して JX 飛行日赤エネルギーに称号変更した。そして、 経営統合から5年半が経過した2016年1月、JX ブランドが浸透したことで、日光日石を称号から外す時期と判断し、JX エネルギーに称号変更した。2017年4月、親会社の JX ホールディングスは、当年ゼネラル石油を株式交換により子会社化し、JXTG ホールディングスに称号を変更した。同時に、 JX エネルギーは当年ゼネラルを吸収合併し称号を JXTG エネルギーに変更した。2020年6月には JXTG グループの運営体制の変更に伴いエネオス株式会社に称号変更された。日赤横浜ビル石油元売りの一つであるコスモ石油とは業務提携関係にあり原油調達、石油生成、物流、 潤滑油の各部門で1999年より提携している。2004年には互いに相手方の対象特許を使用して燃料油の製造、販売することを可能とするクロスライセンス契約を締結した。これらのほか2002年には井出光興産と生成部門で提携。2006年にはジャパンエナジーと開発、生成、物流、燃料電池。 技術開発の分野における業務提携を結んだ。日本国外の企業では大韓民国の SK と提携関係にあり、中華人民共和国の中国石油天然技集団行使と協力関係にある。メインバンクは旧新日本石油の前身である日本石油時代からの流れにより水穂銀行で、他に取引企業として三井住友銀行や三菱 UFJ 銀行があるが、 旧日本石油と旧三菱石油が合併した流れから三菱グループの一員であり三菱金融会と三菱広報委員会に所属している社長は野江発足以降三代続けて新日赤側から出している JXTG エネルギーに解消後は JX エネルギーの杉森務社長は社名変更後もそのまま留任し代表権のある副社長は 当年ゼネラル石油の代表権のある副社長で同社市会社の EMG マーケティング合同会社社長だった広瀬隆氏が就任する形を取った2017年9月5日エネオス、エッソ、モービル、ゼネラルの4ブランドを統合しブランド名をエネオスに統一すると発表2018年10月より旧当年ゼネラル石油の3ブランドはエネオスもしくは エネオスエナジェットとして2019年6月末までにすべて統合された。JX グループの中核事業会社の一つとして発足した当社は石油生成、販売部門を手掛ける。主な製品は燃料油やアスファルト、液化石油ガス、潤滑油といった石油製品やベンゼントルエンキシレンナフサなどの石油化学製品である。石油。 石油化学以外のエネルギー事業では、液化天然ガスや石炭の輸入販売や燃料電池、エネファームの開発を進めるほか、製油所、製造所併設の発電所や輸送所に設置した風力発電設備などを使用した電力卸供給事業や電力工事事業を展開している。エネオス、エネオスはサービスステーション等のブランド名で、エネルギーとギリシア語で、 新しい意を表す、ニューを組み合わせた造語であるが、CM で流れている通りエネルギーを素敵にという願いも込められている。旧日赤三菱時代の2001年に、それまでの日赤三菱石油ブランドに代わる新ブランドとして制定された。2008年に九州石油が展開していたストークブランドを併合。さらに JX 飛行、日赤エネルギーの発足後は、 ジャパンエナジーが展開していた、ジョもブランドも併合された。キャッチコピーは、エネルギーを、素敵に。エネオス、届け。熱いエネルギーエネオス。エネオスエナジェット当年ゼネラル石油が2001年より、エクスプレスの名称で運営していたエッソゼネラル、モービルのセルフスタンドを2018年10月に、転換した事業を。旧本社カッコ内は1日あたりの原油処理能力。 キーレ石油備蓄基地2010年に新日本石油、新日本石油生成、ジャパンエナジーの3社を統合し発足した。前身の一つである新日本石油株式会社は、2002年に、日石三菱株式会社が称号を変更して、発足したが、さらに前身となる、日石三菱は、1999年に、日本石油株式会社が、 三菱石油株式会社を合併して発足した会社である。現在日本石油、新日本石油時代の出演者についてはこちらを、三菱石油時代の出演者についてはこちらを、共同石油、ジャパンエナジー時代の出演者についてはこちらを、当年ゼネラル石油、エッソ石油、モービル石油時代の出演者についてはこちらを参照。声のみ、旧日本石油のコマーシャルソングとして、 陶器のストーブ用灯油の CM での日石灯油だもんねがある。この曲は三菱石油との合併後も歌詞の一部を変更して引き続き使用されている。ここでは JX に統合された2010年7月以降のスポンサー番組のみ掲載する。日本石油、新日本石油時代のスポンサー番組についてはこちらを三菱石油時代のスポンサー番組についてはこちらを共同石油 ジャパンエナジー時代のスポンサー番組についてはこちらを参照。太字は単独提供番組。スポンサークレジットはエネオスとなる。和公式サイトに掲載されている正式の提供番組となる。和2020年10月からは絨毯付きのカラー表示。2020年4月現在2010年7月の統合以降 JX 飛行。 日赤エネルギーへの社名変更からのスポンサークレジットはブランド名のエネオスに変更されている。CM 本編には社名のエネオス株式会社とそのロゴが表示されている。過去2010年7月以降、一郎か竹内のどちらかが出演する内容の CM を放送するパターンが増えた。なお、 同年10月以降は新日本石油時代から提供していたエネファームの CM が追加された。過去レクサスチームレマンズエネオス。ありがとうございます。